みなさんこんにちは、花子です。 Hi there, it's 花子。今日はパエリアを作りたいと思います。 Today I'd like to cook paella。 パエリアは伝統的なスペインの料理です。 Paella is a traditional Spanish dish。 私の日本語の元生徒、義理の弟のスペイン人のダニエルのお母さんに教えてもらったパエリアを超簡単にアレンジしました。My ex-student and my Spanish brother-in-law Daniel, his mom told us how to cook paella and we made it easier. 今日のアシスタントはくまちゃんです。それでは材料を切ります。赤いピーマンは色が綺麗なので赤にしましたが、黄色でもいいです。くまちゃん何してんの？千切り、まあこれぐらいの太さに切ります。そこに段階、いんげんも半分に切ります。ヘタも取ります。材料は骨付き鶏肉、赤いピーマンと米4合、いんげん、にんにく、レモン、トマト缶、着色料。鶏肉に塩をかけます。くまちゃんが来た。にんにくをちょっと剥いて、丸ごとそのまま使います。君邪魔だな、くまちゃん。ニンニクはそのまま丸ごと入れます。オリーブオイルを使います。これスペインで買ったオリーブオイルなのですごく大きいです。サラダ油よりオリーブオイルの方がいいと思います。ニンニクを丸ごと入れます。次にピーマンを入れます。炒めます。また来たな。次に鶏肉を入れます。これそのまま、インゲンを入れます。はい、トマト缶。混ぜろ。次にこれで色をつけます。スペイン料理の色付けにコロランテアリメンタリオです。なかったら着色料何か使えばいいです。このように色が綺麗になります。なければ入れなくてもいいです。次に米を入れます。今日は無洗米を使っているので洗っていません。塩を入れます、結構小さじ3杯ぐらい入れてると思います。塩が少ないとちょっと味が足りない感じになるのでこれぐらい入れてます。
お湯を入れます。だいたいひたひたになるぐらいなのでもうちょっと入れます、適当なのでどれぐらいっていうのは計算してないです。そして煮ます。玉ねぎは丸ごと真ん中あたりに置いときます。蓋をして10分ぐらい煮ます。また来たな、君はもう邪魔者以外の何者でもないぞ。はい、邪魔邪魔、ちょっとどいてください。出ました。蓋を取ってあと5分ぐらい煮ます。次にレモンを切って5分経つのを待って、5分経って水気がなくなったのでレモンを置いて、見た目をきれいにします。前回ちょっとオムライス見た目良くなかったんですが、今回結構いいかも。はい、出来上がり。結構簡単なので皆さんも作ってみてください。今日のアシスタントは何の役にも立たないけど可愛いくまちゃんでした。ありがとうございました。